はい、どうも、ともしです。今日ですね、クラクション鳴らされちゃいました。何回目ですかね。昔なんか割と原付き乗り始めの頃にね、佃大橋ですかね。佃大橋、何大橋なのかな。あの、晴海の方に行くさ、月島と晴海の結ぶ橋があるじゃん。まあ、佃大橋の続きみたいなところなんだけど。あの、あそこに、こう、野球場の裏、晴海の方から橋、月島の方に、こう、内側から曲がるところがあるんですけど、そこでなんか曲がった時に、ビビビってやられたのが、もう2年ぐらい前なんですけど、今日はね、まあ今日もその合流っちゃ合流なんだけど、永福記本店に行ったんですよ。永福記本店行って、で待たされてなんかこぼれないかなとか確認して出る時に、まずその出る時に、あ、後ろの信号が車来てなかったんですよ。で後ろの信号変わりそうで、早く行かなきゃっていうところで、なんかバイクが1台来たんで、んじゃ違うかな、もう出たのかな、俺が出るところで後ろの信号が100メートルぐらい後ろで青になって、で直進だったのよね。永泰通り行きたかったんですよ。で左の車線にいるじゃない。でバイクがいたから、バイクを生かして、真ん中の車線に、右に車線変更しようと思ったのかな、走りながらね。したら、まあその前の信号、その歩道橋のところの分岐のところの信号、葛西橋通りと永泰通りが分かれる信号は左折灯がついてたんですよ。で後ろからそのバイクの次に来た車が、俺は一番左にいるんですよね。で、なんか左折灯を出してたんです。左折するんですよ。その車も V に行って、だから来たんですよ。そのね、左折しようとして。で、あ、左折するんだと思って、で、俺はだから右折灯を出したわけです。そうすると、俺のイメージでは、俺がこう行きの、その、ね、だってこの後ろから来る車は左折灯でこっちに来るはずだから、こう来るかなと思ったんだけど、なんかビビって、なんかビビ、どこでかな、俺が右折、左折、こいつが、後ろの車が左折とウインカー出してるからつって、右折灯を立てた、右折ウインカー出したところでビビビってなったのかな。ちょっとよくわかん、その後のことよく覚えてないんだけど、結果的に、ぶつからずに俺はなんかその停止線のとこまで行って、なんかそのバンですかね、バンは何だっけ、あれハイエース、 黒か青のハイエースはなんかその曲がる時もビビビって言って曲がってきましたけど、うん、また確かにっていうか、でもさ、そこは、私は直進したいから、右折のウインカーは出すわよね。出すわよね。で、まあ、後ろの車も、まあ、じゃあそういう意味では、クラクションまでは良かったのかな。私は、だから、私はちょっとその、ウインカー出して、実際にはそんなに急激な車線変更とかしなくて行こうかなぐらいで思いとどまって、多分俺のことがウインカー取り消したとかだと思うんですよね。それでビビビ、ちょっとその辺よく覚えてないんだけど覚えてないんだけど、ビビビって鳴らされて、あーみたいな感じになってたんですけど、でもだって右折したい、まあだから一番はね、そんな急いで出ないでその車がいなくなってから行けばよかった、行かしてからね、後ろの車とかバイクとか行かしてからスタートして、だから先にね、こう、あ、やべ、後ろは青になっちゃうってビーってこう行かないで、ちょっとお先にどうぞって言ってから行けばよかったんですけど、でも右折灯出すよね、だって俺右折だからね。てかそこは、どうなんでしょうね。まあ無理にっていうか、まずはそのウインカー出して、ウインカー出すの OK です、クラクションを鳴らされても動じることなく、まあでも今回ので良かったのか、よくわかんないけどね、よくわかんないけどっていうか、まあ
しょうがないんですよ。で右折したか、右折っていうか車線変更したかったから。で俺の方が前に、俺の方が前にいて、前の車、後ろの車は多分だけど俺確認した時は左のウインカー出してたんですよ。で俺が右折して、俺が右折のウインカー、まあだから結果的にっていうか、その左折灯、前のその信号が左折灯が出てたから、左折灯っていうのかな、その車は急いでたわけですよ。左折灯出てるからもう左折したいと、出てるうちに。で急いでて、前に原付がいて、追い抜いて左折だから、そのこっち、こ車は真ん中の左折にいたから、真ん中っていうから左が2番目にいて、俺前の、前に原付が5つ こっちに行きたかったわけだから、こうだったよね。でそこで俺がこう右折を出したからビビビってなったわけなんですよ。でもそれは、それは後ろの方がいや、まあ確かに原付は邪魔なのは分かるんですけど、うん、俺が悪いのかなっていうか、まあだから最初に言ったそのね、行き過ごしてから行けばよかったんですけど、いやその、いやそれはしょうがない。だって私右行きたかったから、しょうがない、なくないですかどの道だって右行きたかった、右行きたくて一番良くないのはだから、ウィンカーとかなしで車線変更したらダメでしょ。で今回はその車線変更至らずウインカー出して意思表示はするよね。まあ左折すんな、なんていうか車線変更すんな、そのまま左に左折しやがれって言われればそれまでなんですけど、なんかちょっとよくわかんないけどな、なんかよくわかんないけど、まあ確かに危ないっちゃ危ないんだけど、でもよかった、その刀削麺こぼれてなくて。事故なくてよかったですけどね。ちょっとやめていただきたいっていうか、幅寄せじゃないけどね。でもさ、時々あるよね、その左車線走ってて、なんか俺の前に来て左折するみたいな俺が走ってて、俺の前に左線変更してきて左折するみたいなのあって、うん、まあタイミングいいんだけど、タイミングによっては後ろから行ってくんねってタイミングによって後ろから行ってくんねって思う時もあるんですよ。俺が行って少し待ってね、それで後ろから左折すればいいんだよ、俺の前から割り込んで左折しなくてもいいんじゃないかなって思う時もあるんですけど、まあ、そういうパティーンですよね。まあちょっとそれはだから、あの原付が一応キープレフト基本じゃないですか、一番左のレーンにいるから困りますよね。 そうです、一番左のレーンにいて、まあ、今回はその一つ右から左折したかった。俺は左折レーン、まあ原付左折レーン直進できるんですけど、たださ左折灯が出てたからそこ止まれないでしょその直進はできないじゃないですか、そこで。そのね、あの一番左キープレフトなんで、一番左のレーン左折レーンでも直進はできるんですけど、ただあの信号が左折灯が出ちゃうところは困っちゃうんですよね。まあどうなんだろうね、そんなにクラクション鳴らせてもビビるなというのと、まあ、やっぱそのウインカー出してからすぐにはね車線変更しちゃいけませんよね。どうなんですかね、私なんかそのウインカー出してて後ろから車来たりするとウインカー消しちゃうんですよね。消さなくてもいいのかな、消さない方がいいのかな、消してもいいかな、まあよくわからん、よくわかんないけど、まあ事故には気をつけたいっていうのと、まあ、焦りは禁物っていうところですかね。あのお席へどうぞの精神でかぶりたいと思います。どうしでした。